パターはね、このネックによっていろんなこう性能の味付けが、できるんですけれども、でネックをじゃあ長くするとどうなるかっていうと、フェース面上の芯の延長線上に向いてくるわけです。皆さんこんにちは、クラブフィッター小倉です。今回ご紹介するクラブはこちらですね。オデッセイのジラフビームパターンをご紹介します。こちらですね、数量限定ではあるんですけれども、オデッセイから発売された新しいパターンですね、その名もジラフビーム、まあ、ジラフ由来的なものは、まあ、これを実物を見ていただくと分かるかもしれないんですが、いわゆるこのネックですね、ネックがクランクネックなんですけれども長く設計されています。でこの長く設計されるとどうなるんですかっていうところが、まあ一番このパターンのミソなんですけれども、まあ、ネックっていうのはですね、まあシャフトの角度のこう向きに結構影響してくるんですね。ショートスラントや短い状態のものがこうやって入ってくれば、フェースの重心点からシャフトの刺さってる向きが離れます、まあ、いわゆる重心距離が長い状態になるんですね。でネックをじゃあ長くするとどうなるかっていうと、このシャフトの刺す向きが上に上がるので、ほぼフェース面上の芯の延長線上に向いてくるわけです。でそうするとどうなるかっていうと、まあ、クランクネックは本来違うんですが、こう支えた時にいわゆるフェースが真上を向く、フェースバランスになります。これちょっと分かりにくいので、他のちょっと古いんですがオデッセイを持ってきました。これネックを比較するとこれだけネックの長さの違いがあります。で短いものはシャフトを支えると頭側がこう垂れるわけですね。これっていうのはこのシャフト軸線がフェース面の延長線上の芯よりヒール寄りを指しているので、重さの重心が先にあるのでその分ヘッドが垂れるわけです。これいわゆるシャフトが曲がっているベントネック、ベントネックはフェース面フェースバランスになっているもの多いんですけれども、こうやってシャフトを後ろから見てみてください。シャフトが曲がっていく前の直線のところはほぼパターの芯をこうやって刺してます。このフェースバランスをシャフト曲げるだけで作れるので、まあこうフェースバランスのモデルはベントネックになっていることが多いのです。じゃあなんでこのジラフビームがわざわざロングネックにしてきてるかっていうとですね、そのクランクネックにもメリットがあるからなんです。まあ、こうやって構えた時に、まあ、構えやすさですね、ここにラインがあってですね、フェース面上からのこう直角のラインが出るのでフェース面をスクエアに合わせやすいという点もありますし、オフセットがありますので、ボールも捕まえやすいです。でなおかつフェースバランスですので、フェースがこう自主的にストローク中にねじれにくくなります。その分こう狙いやすいというか、ストレートストレートのストロークでしやすくなるというようなメリットがありますので、これはまあ合う合わないゴルフはいらっしゃいますが、よりこうマレットっぽくブレードを使いたい、ストレートストレートで優しく使いたいという方には非常によくできたネックになります。でもちろんただ長いだけではなくてですね、少しこうくぼみを入れて H コーっていう、少し軽くしながらも強度を高めてるんです。強度を高めてるとどうかっていうと、オデッセイでいうラケットホーゼルみたいな、やっぱりここに強度があるとこうブレってしづらくなります。ねじれにくくなるわけですから、まあ、そういったところの効果も狙って、しっかりただのフェースバランスのクランクネックではなくて、そういった優しさっていうところも追求して作られているのがこのジラフビームになります。で実際私も打たせていただいて、やっぱり優しいなっていう感じはあります。上からこう少し釣り気味に構えてショルダーでストロークするとですね、フェース面ほとんどブレにくいですし、上から構えてるとネックの長さってあんまり気にならないんですよ。普通のクランクネックとして打ちながら、こうあんまりねじれのないこうオートマチックなストロークがしやすいなっていうのが印象です。でこのジラフのジラフビームは、ヘッド4モデルありますので、マレットタイプもあります。まあ、これはもうお好みで選んでいただいて、使っていただければいいかなと思います。まあ、ただやっぱこうメリット的なものというか、このクランクでっていうふうに考えると、やっぱ今この借りてきた1番ブレードタイプなのに、今優しいこうねじれにくいヘッドになってるので、一番こうジラフビームの良さというかですね、普段なかなか見れない相反する性能がこう同居してるっていうところは味わえるかなと思いますね。形はもう綺麗ないつものオデッセイの一番のブレードタイプですので、もう形は文句ないです。で何気にこの仕上げはかっこいいです。
こうちょっとこう、まあ、銅メッキというかですね、落ち着いたカラーにもなってますので。でちなみにインサートは、ホワイトホットインサートです。 AI-1 のフェースではないんですけれども、十分フェース面ずぶれないので優しさは感じていただけるかなと思います。まあパターはね、このネックによっていろんなこう性能の味付けができるんですけれども、それをこう逆手に取ったったら変ですけれども、まああんまり作られない、まあいわゆるロングネックっていうネックなんですよ。昔ちょこっと実は同じようなフェースバランスのクランクネックのモデルっていうのは何個かあったんです。でも最近全然見なかったんですよ。だから久々にこういうモデルを見た時に久しぶりって思いました。使ってみるとすごく優しいので、今まで多分触ったことない方なんかは結構新鮮味があると思います。まあ、限定数量なのでなくなっちゃったらおしまいなんですけれども、もし興味ある方はね、大きなショップ行けばシダモデルあると思いますので、ぜひ打ってみてください。まあ、言葉が合ってるかどうかわかんないんですけど、思いのほか優しいっていうのがこういうロングネックとかの感想になると思いますので、ブレードタイプ使いたいけどちょっとこうもう少し優しいのないかななんていう方にはぜひおすすめです。